47、イキシー核型クラインフェルター症候群とは、男性の性染色体に、X 染色体が一つ以上多いことで生じる一連の症候群。1942年に、アメリカのハリー・クラインフェルターによって、初めて報告された。クラインフェルター博士はこれを清掃機能低下症として、 報告したが、その後の調べで1959年に原因が染色体以上と明らかになった。通常の男性の性染色体は、XY であるが、2個以上の X 染色体と、少なくとも1つの Y 染色体の保有があるとこの、症例になる。そのほとんどは、原数分裂時の染色体不分離に起因するが、受精後の不分離が原因なものも存在する。なお、 X 染色体は複数ある場合、一本を残して不活性化されるが、実際には X 染色体の両端部は不活性化側でも活動しているのでこの際で異常が起きる。過剰な X 染色体は60%の症例で母親由来である。頻度は男性700-2000人に1人、あるいは1000人に1人、500-1000人に1人、 イキシーが800人に1人など。なお、頻度は常日のように資料によっては、クラインフェルター症候群全体の数値と、47、イキシーのみ、の数値を上げているものがあるので注意。47、イキシー以外は、かなり少なく、例として48、生き死いは2万5000から5万人に1人程度。ただし、不妊をきっかけに来院して発見されることもあり、自分が、 症候群だと知らずに生活している人間も多数いると推測できる。成分解除ではあるが、外世期、内世期ともに男性型である。本性に、よくもしくは時々見られる、臨床症状の原因は大まかには、以下の要因による。これらは、すべての本性に見られるわけではなく、例として女性化乳房は、約50%に見られる程度で、 第二次成長自体は正常に起こる方が多い。また、本性の知能は一般原則として正常の範囲だが、軽度の精神発達地帯や学習障害を伴うことがあり、過剰な X 染色体が多いほどこの程度が激しくなる。ので、IQ が平均より10から15ほど低くなるともされるがおとなしい性格と見られることが多い。 生殖器やそのホルモン関連と、知能以外では、対等脳異常あるいは糖尿病、慢性肺疾患、静脈瘤、甲状腺機能低下症、乳がんを発症しやすい傾向があるとされ、過剰な X 染色体が多いほど、障害の傾向も強い。クライムフェルター症候群に限らず、原発性生殖機能低下症は、清掃機能の回復が期待できないので、男性ホルモンの補充を行い、 これで二次成長や、勃機能が回復する。ただし、精子形成はこの方法で回復しない。無精子症については、絶対的な男性不妊と考えられていたが、XY と XY のモザイクの場合、抗丸内の XY 細胞の数が多ければ特に、受精に、問題は生じない。非モザイク型の場合でも、患者の精巣内に、少量の精子が存在することがあり、 精巣内生子再手術、顕微鏡下精巣内生子再手術によりで、精子回収が可能になったため、十分な遺伝カウンセリングの後、生殖補助技術により子供を得ることが可能な場合も、ある。女性化乳房が見られる場合は、一過性の場合はそのままでも良いが、持続するときは手術する。典型例は、イキシーだが、キシー、キシー、イクスイなどやこれらのモザイク型も、 クラインフェルター症候群になる。正式名は、スードオッツマルリージョン。詳細は、X 染色体の不活性化を参照。テストステロン分泌不全が胎児期に起こると、生殖期の危険を起こす P377 が、本省では Y 染色体の SRY 遺伝子は正常ので、この時点では、問題が起きず正規は男性型で、特に異常は認められない。 P272 症状全体的に大きいのではなく四肢が長くなる。具体的には通常の成人は身長と指曲がほぼ等しいが本性では身長より指曲が長くなる。P71 クリニフィルター症候群の身体所見。ありがとうございます。